皆さんこんにちは、こんばんはだぜ。今回も霧雨が降る森をやっていきます。前回は佐久間ちゃんを見つけたところからだね。そして小鳥お化けに見つかった。見つけた。まんまと誘い込まれた感じだね。約束よ。何の約束だよ、知らんから。あの子の代わりに。誰かの代わり？しおりの命をちょうだいな。あ、ちょっと急に名前呼びやめて。急に距離詰めてくるやん。しかもなんか波動飛ばした？夜行石ないから防げてない？お姉さん、逃げよ、早く。よし逃げよう。アフ。この先は行き止まりだったよ。会話中に動くな。約束、約束よ、愛しい私の子供。お前の子供じゃないんだよな。ほい、左に続いてるな。逃がさない。お姉さん、まっすぐ走って。お決まり。うわ、めっちゃ出てくるじゃん。捕まったら終わりだな。逃がさない。まだ追いかけてくるよ。しつこいな。はよどっか行け。マジかよ、先回りは聞いてない。あぶね、来ないで。引っかかった。うわ、また先回りですか。一生ここで追いかけっこされちゃう。しおりちゃんの体力が持たないよ。進めたわ。どこまで逃げるんだ。まだまだ。分かれ道だ、どうしよう。どこに繋がってるかわからん。どっちに行けばいいのか。お姉さん、こっちの道に行こう。お、何かわかったのか。まあ、行くしかない。ふう。は、は、もうできてない。巻いたか。さあ、でも、声はしなくなったよ。しかもここに覚えがあるな。下行ったら資料館じゃない？多分、この夜行石の大石があったからかも。あ、これ夜行石なんだ。じゃあ、もしかしてここにいれば安全なの？ここで待ってれば誰か助けに来ないかな？でも、これはほとんど光ってないから、多分もうダメだよ。あ、そうなんだ。だけど、これだけ大きい石だから、警戒してるんだと思う。そのまま警戒してて。気づかれたら、きっとここまでやってくる。佐久間ちゃん。佐久間ちゃん、大丈夫？腰が抜けたか？大丈夫、ちょっと足が疲れただけ。結構走ったからな。それより、お姉さんは自分の心配をしてよ。お姉さんは小鳥お化けに狙われてるんだよ。粘着質な奴に狙われちゃった。変な約束って言ってくるし。お姉さんは、小鳥お化けと約束したんだよ。してたとしても時効でしょ。約束？お姉さんは、小鳥お化けに命をあげるって約束したんだ。約束結構重かった。でも、私そんな約束した覚えないのに。子供の頃の記憶がないからな。だけど、小鳥お化けはずっとそう言ってる。あの子の代わりに、しおりの命をちょうだいな。しおりちゃんは誰の代わりなのかな？それが約束。分けた代償。代償でかすぎるって。ごめん、私のせいだ。そんなことないよ。私が勝手なことしなかったら、お姉さんがこの森に来ることはなかったのに。そんなこと言ってもしょうがないよ。悪いのは小鳥お化け。それは違うよ。私が、佐久間ちゃんの気持ち安賀さんの静止を無視したから。全部私のせいだよ。だから、佐久間ちゃんは、私に謝らなくていい。でも、とりあえず、二人生きて無事に帰れたらそれで十分だよ。うんうん、生きて帰ろう。反省は、帰ってからにしよう。多分、望月巡査に凝ってる絞られるから。げ、それはやだな。さあ、早く帰って二人で怒られようか。謎なのでは？その時は、一緒にみんなに謝ろう。しおりちゃん笑ってやがる。お姉さん。お姉さんは、ずるい。でも、わかった。佐久間ちゃんも素直になってきたよね。絶対無事に送り届けたい。なんだ？雷、ずいぶん近くに落ちたね。直撃しなくてよかった。もう、
驚かせないでよ。ほんと、心臓に悪いことばっかりだね。お姉さん、笑ってないで行こう。小鳥お化けが迫ってくるかもだもんね。橋が落ちてる。さっきの雷だ。なん？だと？この橋で資料館まで戻れるはずだったのに。他の道を探すしかないか。そんな、どうしよう。こうなったら、さっきの分かれ道をもう片方に行ってみるしかないよ。さっきの場所ね。うん、そうだね。気が進まないけど、戻ろう。橋が落ちるなんて、ここから出したくないみたいじゃん。あれ、佐久間ちゃん。どったの？ごめんお姉さん、ちょっと声がひどくて。声？喉飴舐める？聞こえてくる方じゃない？何？この声、どういうこと？誰か囁いてるの？そっち？え、佐久間ちゃん、どうしたの？佐久間ちゃんは元から聞こえるんだっけ？ここから、声がする。夜行石のとこか。小鳥お化けとも、お化けの子供たちとも違う声。あらてか。佐久間ちゃん、声がするって、どういうこと？味方かな。お姉さんには、聞こえないんだね。うんともすんとも聞こえないよ。じゃあ、やっぱりこの声は小鳥お化け連中じゃない。そいつは何なんだ？違う、例の声ってこと？本当は、声なんてしても、関わらない方がいいんだけど。なんだか、邪悪な感じもしないしさ。しかも、この声は助けたいって言ってるみたいなの。それは心強い。できるなら助けてほしい。もし、お姉さんが助かるなら、いいなって思って。うんうん。私には聞こえないけど、でも、佐久間ちゃんが言うなら。ちょっと、掘り起こしてみようか。洞窟で見つけたスコップで掘るか。掘り掘り。ふい。乳白色の小さいかけら？なんだろうな。これ。お姉さん、それで合ってるよ。これから声がするんだ。どういうこと？なんだ？なんだ？佐久間ちゃん、このかけらが何か言ってるの？お姉さん、そのかけら。お母さんを助けたいって言ってる。ああ、敵サイドか。ええ。姑息な。これ、もしかしてこの森で追いかけてくる子供の骨？でも、そのかけら。自分たちが消えてもいいからって。中立ってこと？うわ。何？やば。佐久間ちゃん、今度はどうしたの？違う、声がする。また別のか。逃げて、お姉さん。え？アフ。佐久間ちゃん、捕まっちゃったか。佐久間ちゃん。う？佐久間ちゃんを、話して。は、な、せ。この蛇、びくともしない。待ってて佐久間ちゃん、今はなしてあげるから。なんてことだ。捕まっちゃうなんてな。お姉さん、先に、逃げ、って。やだよ。そんなことできない。一緒に。ダメ、お姉さんが捕まっちゃう。私のことはいいよ。そうだよ、佐久間ちゃんがいなきゃ。お姉さん、自分ばっかり、犠牲にしないで。お姉さんは、謝らせてもくれないし、守らせてもくれない。だったら私だって、自分を犠牲に死んでもいいでしょ。そんな気持ちだなんて。お願い、もう言ってよ。さ、佐久間ちゃん、なんでそんなこと。佐久間ちゃん。わかった。村の大人たちを連れて戻ってくるからね。絶対に助けに来るから、それまで辛抱してて。佐久間ちゃん、ねえ、佐久間ちゃん。気絶しちゃった。苦しいんだ。急がないと。一人じゃ、この蛇をどうにもできない。早く人を呼ばなきゃ。ダメだよ。佐久間ちゃんが死んでもいいなんて言っちゃ。私が、なんとかしなきゃ。全部私のせいなんだから。私が、
責任を取らなきゃ。待ってて、佐久間ちゃん、すぐに戻ってくるからね。というわけで今回はここまでにします。続きが気になる人はぜひ、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それでは、また次回。バイバイ。